作ります。美味しいプリンを作るんですけど、材料がですね、はい、牛乳 400cc と生クリームを 100cc と卵を5個とお砂糖がだいたい 60g です。はい。はい。一応ね、これも同じく 60g ぐらいの砂糖を別で用意して、もう鍋に入れています。で、今からこれでカラメルを作ってみます。強火にしてスタートします。絶対混ぜたりしません。こんな感じでお砂糖が溶けてくるから、ちょっとしっかり、ちょうどいいんじゃないかな。はい、ブレードキンの上で冷やしてみたいと思います。冷やしておきます。で、お砂糖と、お砂糖60と牛乳400と生クリーム100を入れます。そして混ぜてみます。入れました。そして保温モードの95度で70分このまま粗熱を取って冷やして明日食べます。はい、明日のおやつです。一日冷蔵庫で冷やしました。うん、ひっくり返してみます。ちっちゃいです。どうなっていることやら。動いた。さあ、行くであります。ドキドキ怖いであります。せーの、えい、うわ、じゃーん、美味しそう。できてる。
ドデカプリン。プリン、手作りプリン。これもちょっとエチさん、あれ今川焼きのさ、そうね、うん、美味しい美味しい、手作りプリンって感じ、うん、美味しい、うん、美味しい。エチさん、プリンいっぱいあるホールである朝昼晩ぐらい。これどれぐらい？今二つ。今？半分の。うん、半分。今の二つで四分の一。今の四分の一？今日の夜四分の一。明日の朝。4分の1。明日の昼4分の1でなくなる。大きいの作ったね。大きいの作った。もうちょっとちっちゃくていい。美味しかった。うん。